どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、楽天エディが楽天キャッシュにね、チャージできるようになりましたということで、ALMIL 最大還元率 2.05% 還元のですね、やり方について、今回ですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっております。7月24日より、順次アプリが更新されますということで、楽天エディから楽天キャッシュへのね、チャージが開始になります。こちらね、順次っていうところがですね、非常に重要になっておりまして、今ね、動画撮ってるの7月の24日の夕方ぐらいなんですけども、今ね、私 iPhone ユーザーなんですけども、こちらまだやることができないんですよね。まあ、順次ということでまだ実際にはできない。で、 Android ユーザーの方はですね、私 Android のスマートフォン持ってるんですけども、 Android の方に関してはですね、こちらできる方とできない方がいらっしゃるということで、私はね、残念ながらできない方にね、含まれておりまして、私はね、こちらまだできてないんですよね。まあ、ですけども、まあ、Twitter を見てるとですね、もう Android のね、方でできてる方ね、いらっしゃるみたいなんですけども、まあ、Android に関してはですね、できる方できない方いらっしゃいますんで、まあ、Android スマートフォンの方もちょっとね、試していただいて、できそうだったらね、ぜひね、やってみていただければなと思います。で、楽天エディって皆さん名前は知ってると思うんですけども、あんまり使ってるイメージはね、ないんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。こちら ANA のね、クレジットカードなんですけども、こちらね、私は ANA JCB に今スーパーフライつけてますけども、こちらの裏面にですね、見せて大丈夫かな、ちょっとカード番号も入っちゃうんであれですけども、裏面にですね、見ていただければわかる通り、 ANA のね、クレジットカードにもこのね、楽天エディの機能っていうのはついてるんですよね。ですので、楽天エディにチャージして支払うみたいなね、まあ、そういったこともできるんですよね。で、またね、この楽天エディっていうのは200円ごとに1マイルね、貯まるサービスになっておりますんで、まあ、こちら楽天ポイントとかね、マイルとかこちら選べるんですけども、まあ、こちらね、貯めることができるっていった形になります。で、なんでね、この楽天エディから楽天キャッシュね、チャージできるようになって、ちょっとね、テンションが上がってるかというとですね、このね、楽天エディっていうのはクレジットカードからチャージすることができるんですよね。ここはね、非常に重要なポイントっていう風になっておりまして、で、またですね、この楽天エディのチャージはですね、なんと ANA Pay からですね、チャージすることができるんですよね。で、またね、以前問い合わせた時にですね、この ANA Pay っていうのは今のところね、対象外の決済がないんですよね。まあ、200円で1マイルね、ANA Pay っていうのは貯まるわけなんですけども、まあ、こちらに関しても、基本的にはね、今のところ支払ってマイルがもらえない対象外の決済先はないですよっていうようなね、前回確認取れておりますので、 ANA Pay から楽天エディにチャージした時もですね、こちら還元が取れて、またね、 ANA Pay の残高をですね、楽天キャッシュに移行することができるっていう風になっておりますんで、今回ね、非常に朗報っていった形になるんですよね。で、還元率がね、どういった感じになっていくかっていう話なんですけども、私はね、お勧めさせていただいている JKA POS ゴールですね、こちらを使った場合ですね、基本還元率が 0.5% で、100万円までの決済でプラス 1% のボーナスつきますんで 1.5% ですね。それを 70% の交換率なんで 1.05%、 これは ANA マイルの還元率ですね。で、100万円までね、 1% つきますけども、それ以後は還元率はね、それ以上ボーナスポイントもらえませんので 0.35% 還元っていう風になります。で、これをね、合計するとここで 1.05 で、 ANA Pay で 1.05 で、楽天エディからキャッシュで、楽天ペイで利用していただくと、またさらにですね、楽天ポイントがね、通常ポイントに貯まるっていう風になりますんで、ANA マイル、JAL マイル 50% 交換できますんで、ここで 0.5% 還元ということで、こちらを全部入れると 2.05% でですね、ANA マイルね、貯めることができるっていった形になるんですよね。まあ、これね、出口が最後ね、楽天ペイっていう風になりますんで、まあ、利用できるのはね、かなり限られるわけなんですけども、まあ、こちらはね、利用できる方に関してはですね、こちらね、2.05% でね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ですんで、こういった感じのね、ルートが組めるんですよね。ですんで、ここですよね、やはり。ANA Pay からエディキャッシュ。ここはね、今まで通ってなかったんですけども、今回もね、チャージができるようになったということで、利用することができるようになりました。で、この利用方法はね、Android ね、iPhone どっちの方でもね、利用することができますので、まあ今までね、Android ユーザーの方はね、結構利用できなかったりしてたわけなんですけども、まあ今回に関してはですね、利用することができます。で、次にですね、ANA カードでやった場合ですね、楽天 ANA カード経由の楽天ペイ払い、こ
ちらだと、まあ、0.05% しか変わりませんので、まあ、ANA カードね、メインカードにされている方はこっちの方がね、いいのかな、なんていうふうに思います。で、ANY の最大還元率は 2% ということで、こちらもね、Android、iPhone の方は利用できます。ルートはね、全く一緒ですね。ANAカードからキャッシュ、ANA Pay、エディキャッシュで、楽天キャッシュで投資信託、楽天ペイ、請求書払いということで、まあ、この方法でですね、税金まで支払えてしまうっていう風になりますんで、この ANA カードでですね、税金をお得に支払いたいっていう方は、まあ、こちらでね、利用していただくのがね、いいのかな、なんていう風に思います。こちらの還元率は最大 2% 還元。一応ね、あの、キャッシュは 0.2% 取れますけども、これは ANA 前の還元率じゃなくて、キャッシュの還元なんでね、はい、こういった形になるんですよね。ですので、この、投資信託とかもね、ANA カードでやりたい方は、こちらね、一月5万円まで楽天キャッシュで利用できますので、これもいいですよね。で、次にですね、ANA ビザプラチナプレミアム、ちょっとね、見切れてしまってて申し訳ないんですけども、こちらのカードだと基本還元率がね、1.5% なので、ANA 前の最大還元率は 2.5% 還元。まあ、ちょっとね、年会費が7万7千でしたっけ ?8万8千か。はい、ちょっと高いので、利用されている方はね、限られると思うんですけども、もしね、ANA ビザプラチナプレミアム持っている人は 2.5% 還元でね、利用することができます。まあ、言い換えてしまえば、2.5% 還元で投資信託ね、購入していけるっていう風になりますんで、これは非常に強いですよね。先ほどだと 1.5% っていう感じですよね。で、次にアメックスですね。アメックスの場合は、まあ還元はね、そのカードによってね、ポイント変わりますんで、そのカードにですっていう感じにしているわけなんですけども、まあ 0.5% 取れまして、ここで ANA マイルで 0.5%。で、楽天ペイで利用した場合は ANA ジャルマイルで 0.5% が取れるっていった形になります。このね、私の動画でですね、お得にね、投資信託ね、利用しましょうっていうので、auPay をね、経由したルート的にはこれかな?これですね、auPay プリペイドを使ってたルートですね。まあ、こちらでもね、もちろんいいんですけども、ちょっとね、こっちでやるとですね、まず ANA、auPay プリペイドっていうのは、まあ、au 回線持ってるかね、au 自分銀行持ってないと利用することができないんですよね。ですので、ちょっとね、厳しいかなっていう感じなんですけども、まあ、こちらのね、こちらのルートであればですね、Android、iPhone の方ね、両方とも利用することができますし、またね、Amex からもできる。で、またね、こちらはわざわざね、どっかに出向かなくてもいいんですよね。この和音のね、和音とかナノコのルートはね、和音に行ってこの楽天バリアブルカードをね、買いに行かなきゃいけないんですけども、まあそういう手間がですね、このルートだとね、ありませんので、これはね、本当にいいですよね。ですんで私もね、今後はこれでね、やっていきたいなっていうふうに思いますかね。まあこちらもね、アメックスを経由して投資信託ね、月5万円までね、1アカウント取れるっていう風になりますんで、まあ決済収容とかのね、一つでこちらもやっていただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、次にですね、一応ね、auPay プリペイドバージョンもね、一応作りました。こちらね、iPhone ユーザーのみっていう風になります。ここはね、Apple Pay でチャージしますんでね。はい。それで、こっちの還元率も同じ 2% 還元なんですけども、まあ先ほど言った通りね、auPay プリペイドはね、ちょっと作るのに、ハードルが高かったりいたしますので、まあ一応ここがね、もう利用している方はね、こういった感じでね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。これもね、ANA マイルが、2% 還元で 0.5% ジャルマイル足せるみたいな。まあそういった感じのルートになります。で、次に、先ほどのね、アメックスバージョンですね。こちらも auPay プリペイドで、ね、かました感じですね。まあこれでもね、まあ還元率は少し上がりますんで、まあこれでもいいかなっていうふうに思うんですけども、先ほども言ってる通りね、auPay プリペイドがありますんで、まあここはね、お好みっていう感じですかね。まあこういった感じになりますかね。まあ基本的にはね、やはりこのアメックスの場合はこのルートが一番おすすめですかね。お家にいながらしてね、利用することができますんでね。はい。ANA カードに関しても、まあこっちがおすすめですかね。どっちともね、iPhone ユーザー、Android ユーザーね、両方とも利用することができるっていう風になりますんでね。ということで今回ですね、楽天エディから楽天キャッシュへのね、チャージが開始になりましたということで、解説させていただきました。冒頭にもね、言った通りですね、まだね、こちらは Android ユーザーの一部の方のみ導入されて、まあこの動画出てる時にもしかしたらもうできるようになってるかもしれませんけども、現段階ではですね、まだね、私はね、利用することができておりません。まあこの点はね、覚えておいていただきたいなと思うんですけども、で、またですね、こちらのルートね、もう一回見ていただきたいと思うんですけども、こちらね、ANA カードでキャッシュにチャージしてますよね。で、最後、ANA Pay で楽天エディに
チャージ、まあ利用してますよね。ですのでこちら ANA カードを使って ANA Pay でも使ってますよね。でちょっとこちらはですね、まだね検証はこれから入るんですけども、本当にカウントが入るのかっていうのはちょっとねまだわからないんですけども、皆さん ANA ライフソリューションズって知ってますよね。 ANA のステータス取るときにですね、決済額をね積んでいただくとプレーンポイントの数がね下がるっていうのがありますよね。まあこちらがそのサービスなんですけども、まあダイヤモンドであれば5万ポイントで7サービス、まあこちらライフソリューションズを利用するということで、まあこちらね対象のサービスを利用するとワンカウント入って、 ANA カードまた ANA Pay の決済が総額が500万円以上いっていただくと、本来ダイヤモンドっていうのは10万プレミアムポイントが必要なんですけども、これがね5万プレミアムポイントで済みますよっていうのがこのね ANA ライフソリューションズのサービスなんですよね。でこのね決済額の対象の決済ということで、こちらは ANA カードの決済額と ANA Pay の決済額、こちらがこの500万円に含まれるっていう風になってるんですよね。で先ほどのこちらの図ですね、ANA カードを使ってキャッシュにチャージしてますよね。で、ANA Pay を使って ANA Pay の決済額を積んでますよね。そうなんです。これね、ダブルカウントされるんじゃないかななんていうふうに思っておりまして、こちらはね、検証時代はこれからやりますので、まだね、利用されたいっていう方も、ちょっとね、まだね、検証時代は取れてませんので、これから、本当にカウントが入るのかどうかをね、見ていきたいななんていうふうに思うんですけども、こちらね、もしこれが本当にダブルカウントでね、されるのであればですね、このね、ブロンズだったら300万、プラチナ400万、ダイヤモンド500万、まあ、または400万っていうのがあると思いますけども、これ全部半分で良くなっちゃうんですよね。めちゃくちゃいいですよね。はい。だから、プレミアムポイント5万ポイント取れば、250万の決済すればですね、こちらね、ダイヤモンドはね、5万プレミアムポイントでね、獲得することができるっていう風になりますんで、これいいですよね。はい。ちょっとですね、こちらはこれからね、ちょっと検証させていただきますけども、もしね、これでできればですね、はい。今ね、国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンやってますんで、2万5000プレミアムポイントね、海外で獲得していただければ、一撃でダイヤになりますよね。で、250万決済して、で、250、まあ、上限はあるんでね、まあ、分けてやっていただくんですけども、合計ですね、250万チャージしてますよね。で、それをね、ANA Pay に最終的に、ANA Pay にやって、まあ、最終的に ANA Pay からエディでまたっていう感じでやっていただければ、250万ね、使うだけで、こちらね、5万プレミアムポイントね、獲得することができれば、ダイヤね、獲得することができるっていう風になりますし、またね、今回楽天、最終的にね、入るのは楽天キャッシュですよね。そう、投資信託もね、これで購入することができるっていう風になりますんで、まあ、来年以降とかですね、積み立てNISAとかね、やってる方ね、全部ここにぶっ込むとかね、そういうのもでもいいと思いますし、まあ、いろいろね、利用方法はね、あると思いますので、これはね、ちょっと検証で、実際ね、ダブルカウント入ればですね、かなりやばいことになると思いますので、まあ、こちらはね、こうご期待ということで、またね、実際に検証が済みましたらですね、改めてね、動画解説したいな、なんていうふうに思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。